また違った雰囲気あるんですか。いや、まあ、特別ですよね、まあ、やはり、まあ、もちろん我々の年代では特別な試合ここでしか。ボールサイド、これはシミッチが拾って右のサイドで家永、中宮代、遅れてマルシーニも中へ行きます。シンプルに柔らかいボール、ヘディングシュート、ちょうどスペースを見つけて後ろからあの背中に入るんですよね、木本、その空いたスペースに長友、もう外を狙って阿部、流れたボール拾って徳本、切り返しに行きます。そして右足振る、強烈、東京先制。切り返した後狙ってました徳本。もう思い切って振った感じですよね。そうですね、逆足のシュートっていう感じですけども、 J1 初ゴールです。シミッチ危ない、捕まえたディエゴ・オリベイラ、徳本上がってきました、ワンタッチ前を向く、折り返し、最後は阿部シュート。これで2対0。左サイドフリーになった徳本、動き出した中川の後ろですからね、阿部シュート入ってきたのは、はい、徳本はこれで1ゴール1アシスト。まあ、右でそこもシミッチも苦労しました。粘る、打ちに行く、こぼれ球、宮代、思い切って足振りましたよね。うまくブロックをしました車屋、脇坂、プレッシャーかかりながらもスペースを見つける瀬古、足元、宮代抜けて右足、素晴らしい。で運ぶ、これもう一個運ぶ、で外じゃなくてこの中ですよね。で最後宮代をついてちょっと一回マイナス気味に運んで紐とずらしてですから、このトントンっていうリズムはもうイメージ作ってたんですかと思いますね、ここの瞬間にも。同じようなボールを使ってきました、中のスパイクが入りました。中川が倒れています、動かなかった足が元亮です。まあ主審西村とのやり取りの中で映像チェックに踏み切りました。カードが出ます。して前を見ます、シンプルに長いボール、大外を使ってきました、コントロール、遠野、こぼれ球だ、決定機でした、フロンターレ、大きなサイドチェンジからよく通しました、大南、よく見てましたよね。もうスライドすれば3バックに近くなってます、拾う、切り返しに行く、やループで狙ってきた、 いいアイディアでした、東野、まあ、感覚ですかね、もう中の枚数を見て